今回の暗殺未遂事件、いろいろ陰謀論がやっぱ出てきました、はい、で僕はやっぱり出てくるだろうなと、思ったんですけど、大きく分けるとこれ3つぐらい出てきたかなというふうに印象があります、うん、1つ目直後に出てきたのがトランプ陣営が仕組んだという、これリベラル側も、これ左右に関係なく出てきました、ね、はい、ステージっていう言葉が、うん、要するに舞台なんですけど、はい、これ舞台を設定したっていうことです ね、勝手に、うん、ステージと、つまりトランプ陣営が仕組んだんだと、自作自演だという話が出てきました。いやここまで命がけなことに、まあこれはねすぐ否定されましたけど、そうそう、実際じゃああなた耳打たれますけどやりますかってやらないよね。これねだから危なくてできないでしょ。すごいですね、怖くて、はい、いや動いてる、そう動いてる対象ですから。耳ってめちゃやばいよ、もうもっと内側に入ったら、こっちとかだったら腹とかだったらほら、うん、ねやってれば分かるんですけど、はいはいはい、あの防弾チョッキ着てれば、ね、はい、防弾チョッキ着てればなんですけど、耳はね本当危ないですよ本当に、はい、ステージの難しいです、難しいと思います、はい、これかなり奇跡だと思います、うん、2番目、うん、これは、バイデンが支持したというのが、うん、出てきました、うん、これは非常に、まあ、恐ろしいなと思ったんですけど、うん、実際に、共和党側ですね、はい、トランプ信者の方もですね、うん、これを言ってました、つまり、トランプ側じゃなくてバイデン大統領が実際に許可出したんだろうみたいな、うん、これ完全にあれなんですけど、うん、でもこれ下院議員でこれ言ってる人いましたからね、うん、はい、マイクなんとかって人、すみません、はい、部長の名前忘れちゃいましたけど、で、3番目に出てきたのが、うん、まあこれは全般的にふわっとっていうイメージなんですけど、うん、これは要するに民主党がトランプを批判してるから悪い、うん、左翼メディアがやっぱ批判してるから悪いんだ、うん、大手メディアが批判してトランプを批判してるんだから、そういう情勢が作られて暗殺につながったっていう、うん、まあ、ちょっとこれはそのなんていうんですかね、そういう政治的な雰囲気を作った、うん、リベラルもしくはメディアのが悪いっていう状況ですよね。まあまあこれは陰謀論というか、まあそのまあちょっと一種の陰謀論ではあるのかもしれないですけどってことですね、はい、うん、まあこういう形で直後出てきましたが、ことごとく今の、まあ、報道とか見ると、うーん、そこまで やっぱ陰謀論のスキル、まあ、あれはないだろうなっていう印象はありますね、うん、今のところは、はい、まあまあ、できないよねと思いますけど、はい、まあ、これで戦略経営はステージと、そういうことですね。仕組んだと、はい、仕組まれたっていうことですかね、うん、はい、仕組んだ仕組まれたということですね、はい、まあ、SNS 早速ありましたけど、うん、これこういうのが、まあ、わーっと出てくるんだろう、まあ、すぐにね検証する、こういう陰謀論を検証するような記事と、うん、もいっぱい出てきたんで、ワシントンポストとかそういうところから、うん、まあ、それはそれで良かったかなとは思うんですけど、うん、やっぱ偽旗作戦だ、自作自演だ、DS による暗殺計画だみたいなのがやっぱり出てくるんで、はい、うん、ちょっとやっぱ計画し、すごく警戒しなきゃいけないな、これ日本でもやっぱりいろいろで、だってもう日本の場合ほら、うん、もう逆にそういう意見に乗っかっちゃって、うん、最終的に山上、うん、容疑者ですか、それに対して左翼側のというかがすごいこうシンパシーをうん、あれするような、うん、なんていうんですかね、彼を擁護するような議論とかもいっぱい出てきたじゃないですか、うん、はいはいはい、いやそういう点では日本逆に弱いのかなという感じはしますね、うん、はい、という印象がありますよ、まあ、はい、スナイパーの映画とかいろいろアメリカあるじゃないですか、で大統領命狙ってた映画とかは何本か多分あったと思うし、はい、はい、はい、ありましたね、俺もなんか5、6年前みたいな、エネミー・オブ・アメリカかな、なんかそんな風なタイトルとか、はいはい、なんかそういうのでやってたやつとか見ても、なんとか大統領の集会に関しては相当遠くまで、うん、やってますよ、警備してね、すべ、はいはい、ての高い建物には、うん、狙撃違反防止のための、はい、あれがいるってやってんのに、カウンターのね、この120メーターのところに、はい、しかも屋根に乗せちゃってるっていう、屋根に乗せさせてしまったと、そこに誰もいないっていうこととかも、はい、本当にアメリカも結構間抜けなんだなと、いうのが、まあ、今回非常に、まあ、そうですね、映画の世界が普通だと思ってたんで、いや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 、そんな優秀じゃないですね、アメリカもやっぱり、そういう意味では。そう、だからなんかちょっと、だから逆に仕組んだんじゃないかと思われるぐらい、無能っていう。はい、まあ映画、そう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 、まあ、その無能というのが逆に、うん、今のバイデン政権になってシークレットサービスの、うん、そのトランプにつけるシークレットサービスの予算が削られたんじゃないか、うん、みたいなところを言ってる人も、まあ、いるっちゃいるわけなんですけど、なるほどね、はい、はいはいはい、まあでもそんなにアメリカやっぱり、うん、完璧じゃないんだよな、完璧じゃない、やっぱり人間ですから、はい、彼らもと、ね、いうところあると思いますよ、はい、まあでもこれはクビになる
レベルですよね。そうです。これはあの、ね、おそらくシークレットサービスのトップの人が、うん、公聴会とかに呼ばれて、うん、あのかなり問責関係というか、うん、相当こうあの問われる事態になるだろうなと僕は思ってます、うん、そうですね、はい、はい、ということでございましてですね、はい、あのまあ、これからどうなるのかな、まあ、一時的には相当今トランプ上がってんじゃないかと、うん、ただね僕はこれちょっとまあトピック違ってくるかもしれないですけど、うん、これね、うん、だからといってじゃあトランプに対して票が動くかっていうと、うん、あのレーガン大統領81年に確かあの暗殺未遂されてから一気にこうわーっと支持率上がったりとかしてますけど、うん、それはないのかなと。今回上がりませんでしたね、はい、あんまり上がってないんですよ。実際上がらないし、はい、ね、5% とか上がるかと思ったら全然そんな感じでもなかったですし、うん、そうなんですよね。でなんかあのそこは全然動かなかったっていうのは、ね、はい、ありますね、ありますね、はい、なのでちょっと僕はこれ、うん、すごくあの今来てるみたいなことは言ってるのは実際まあ確かに一瞬そうは思うんですけど、うん、意外に構造的なところは変わっておらず、うん、そのまままだまだ、民主党がまだ有利な状況っていうのは続くのか、はい、かなとはちょっと思ってます、はい、民主党がですか。民主党がまだ、ああそうですか、有利かなというふうに思ってます。わかりました、はい、アメリカの大戦略と新フォースターニング、なぜ今この米中10なのかということでありますと、まあ、この新フォースターニング、フォースターニングイズヒアっていう本が出たんですけど、それの解説を ね、はい、させていただいたりする部分もあるんですが、はい、まあとにかく20年ごとに、うん、80年、はい、まあ、4回まあ春夏秋冬があって、はいはいはい、で今ちょうど冬だと、でガラガラポンが起こりますよという厳しい時代で、はい、ということで、うん、ちょっとまあ準備しましょうということで、うん、まあ、知識を入れて、心と体を準備していきましょうということで、役立てていただけたらと思ってます。アメリカの戦略書を解説させていただいております。そうなんですよね、はいはい、まあ、特に、米中に向かっていくアメリカのその戦略図みたいなものが、はいはい、まあ、明確に今見て取れるの で、 そ、 うです、ね、それに関する本と論文を解説したと、はい、それから、まあ、やっぱ構造変化が起きてます。今もうインフレがあったりとか、はい、うん、はいはい、あとまあ気候変動なのか、まあ食物がちょっと危機になったりとかいろいろありますんで、うん、まあ、そういったものも理解しながらですね、はい、うん、やっぱ冬の時代って恐ろしいなということをちょっと頭を切り替えて、ね、はい、いただきたいなというところですかね、はい、あと、まあ、アメリカの一極体制がどうしてもやっぱり相対的に、うん、アメリカ自体は強くはなってるんですけど、ね、他の国も伸びてるんで、はい、うん、やっぱりその相対的にアメリカ一極で世界を、まあ、支配してた流れがやっぱどうしても落ちてきてて、うん、はい、地域覇権を取ろうとする、まあ、挑戦する大国が出てきてるということですね。それに対して我々はその大きな構造の変化にあるっていうのは知らないじゃないですか、うん、はい、その辺をしっかり認知してもらおうというのが一つの狙いですね、はい、そうですね、この中の、はい、あと、まあ構造変化って、まあ、明治迎えたね、幕末から明治維新とか、はい、第二次大戦から戦後復興という形で、はい、まあ、我々の人生で言えば一回きりのガラガラポンの危機だけどチャンスでもある。人生80年ですから、そうだそうだそうだ、平均寿命で言えば80年じゃないですか、はいはい、80年に1回のガラガラポンっていうのが、まあ、今来ましたよという、なので人生に1回きりの、うん、チャンスと、危機はチャンスじゃないですか、はい、ということで役立っていただけたらと思っております、はい、秋山雅史の戦略ラボというのも始まりました、はい、そうですね、普段からニュースでこういうニュースがあって、うん、これってこういうことだよねというふうなやり取りとかをちょっと、まあ、この中でやっていって、はいはい、まあ、普段から戦略に触れていってほしいなということで、うん、始めております、はい。